ジャン・マリー・ボーデは、カナダの指揮者、ピアニスト。1908年、セットフォード・マインズ生まれ。レビ大学で、アルフォンス・タルディフ神父の下で、ピアノとオルガンを修め、さらに、ケベック神学校に進んで、アンリ・ガニョンとロバート・タルボットの薫陶を受けた。また、1929年に、オルガン演奏で、ヨーロッパ賞を受賞したことで、フォンテーヌブローのアメリカ音楽院に留学して、ピエール・ルッカに師事。さらに、パリ音楽院で、ルヨ・ベールに火星を、イブナットにピアノを、マルセル・デュプレにオルガンを師事。1932年に帰国して、聖ドミニック教会のオルガニストに就任し、同時にラヴァル大学でも教鞭をとり、指揮者、ピアニストとしても活動を始めた。1937年にはカナダ放送協会に入社し、ケベック州のプログラムディレクター、国家の音楽のスーパーバイザー等を務め、エクトル・ベルリオーズのキリストの幼児やアルテュール・オネゲルのダビデオ、ヒーリー・ウィランのオペラ等を積極的に紹介した。CBC に勤務していた頃から、自らも指揮者、ピアニストとして関わり、1943年にはメトロポリタン歌劇場のプロダクションをセードニ劇場に呼び寄せて、ビゼーのカルメンを上演したり、1946年にはプラハの春音楽祭に行って、カナダの音楽を紹介したり、ドビュッシーのピアノ曲のリサイタルを開いたりしていた。1947年からはカナダ放送協会から一旦離脱し、ケベック音楽院やバンサンダンディ音楽学校で教鞭をとる傍ら、ラウル・ジョバン、マージョリー・ローレンス、ジョルジュ・ティルやニノン・バランといった名歌手たちの伴奏者としてカナダ各地を回った。1949年にはモントリオール音楽祭でプッチーニのトスカ・トミヨーの哀れな水夫を上演。同じ年にサンローランでビゼーのアルルの女の上演も指揮している。1951年にグノーのファウストをカナダ放送で上演し、1953年から CBC に復帰した。その翌年から1964年までカナダ放送協会交響楽団の指揮者として活動した。1964年からオタワの国立芸術センターの音楽監督となり、1969年に国立芸術センター管弦楽団を創設した。1971年、オタワで死去。彼の死後、1988年から芸術のためのカナダ評議会では若い指揮者のために彼の名前を冠した賞を創設している。ありがとうございます。